はいはいどうも皆さんこんにちは、キャベツです。今週のゲームニュースがやってまいりました。今週は皆様どうお過ごしでしたでしょうか今週もゲーム業界いろいろとおごっております。まずは11月10日に発売された Call of Duty Modern Warfare がメタスコアでは驚異の55点と今年発売されたゲームの中ではワーストレベルの点数を叩き出しています。どうやら様々な仕様変更、キャンペーンモードの劣化、他にも様々な点で批判されている模様。なぜそうなってしまったのかっていうところを詳しく見ていくと非常にね、ゲーム業界の闇を感じる内容にはなっているので その辺詳しく見ていきますまた先日ガチャが高すぎると言われて公式が反論した結果大援助したレスレリアーナのアトリエが再び炎上その後承知しているという話題やラストバースパート2がまさかのプレステ5でリマスター化決定歓喜の渦が巻き起こるかと思いきやリマスターじゃなくてストーリーをリメイクしろと言われまくっていますそして昨日私も一つの動画として上げさせていただいたゲームオブザイヤーのノミネート作品についてですがノミネート作品とそのノミネートされている部門の帰りが海外で議論を巻き起こしているので取り上げさせて いただきます最後には毎週恒例ゲームソフト販売本数ランキングを見ていきますがようやくね新型プレステ5の売り上げも出てきたので見ていきましょう、まあ、先に言っておくと思ったより売れていますでは今週も最後までお付き合いくださいでは行ってみようコールオブデューティー最新作がゴラムレベルに酷評今年最悪のゲームの一つとすら言われています11月10日に発売されたコールオブデューティ最新作コールオブデューティモダンウォーフェア本作は現代を舞台にしたコールオブデューティモダンウォーフェアシリーズの最新作で大人気の FPS ゲームそして先日マイクロ ソフトに買収さされれたアクティビジョンから販売されている作品ですそんな世界でも大人気な作品が今年ワーストレベルの評価を叩き出してしまっています一体どういうことなのか詳しく見ていくと業界の闇というか切羽詰まった状況を感じてしまいますまるで先日リリースされて今年一のクソゲーと言われたキングコングのゲームと同じねあの系譜を歩んでいますまずコールオブデューティーシリーズファンならご存知かもしれませんが COD の開発はインフィニティーワードトレイアークスレッジハンマーゲームズが交代で開発を担当する ことが知られていてい順番としてはモダンウォーフェアブラックオプスワールドウォーというシリーズがねローテーションで発売されていました本来なら次はブラックオプスとかが来るはずでしたがなぜか前作2に引き続いてモダンウォーフェアシリーズがリリースされるというよくわからない状況になっていますその発表時点で界隈ではね少々不安な声が上がっていましたさらにその不安要素に拍車をかけた要因がいくつかありますまず本作モダンウォーフェア3元はモダンウォーフェア2のダウンロードコンテンツとして開発が開始されたということですこちらはその情報を明らかにした 海外の記事詳ししく見ていきましょう情報筋によると、モダンウォーフェア3は当初、昨年のモダンウォーフェア2の拡張としてスタートしたとのことですが、これは以前から示唆されていたことです。コードネームジュピターと名付けられたこの拡張版は、ールオブデューティーシリーズの特徴である世界規模のリリースではなく、メキシコのみを舞台とする予定であると伝えられている。プロジェクトに詳しい関係者らは、この種の拡張なら短縮された期間内で成功する可能性が高かっただろうと述べた。ただし、プロジェクトは基本的に開発中に再起動され、完全なーは、 デューティリリースになりました作業員らはブルームバーグに対しこの厳しい期限内にゲームを確実にリリースするために緊迫した状況を強いられていたため責任者に裏切られたと失望したと感じたと語ったさらにスレッジハンマーゲームズの作業員はモダンウォーフェア3制作を望んでいなかったというヴァンガードのリリース後アドバンスドウォーフェアの世界を舞台にしたゲームコードネームアンビルを提案していたしかしこのアイディアが進む前にチームは代わりにモダンウォーフェア3の作業をすることになると通知されたモダンウォーフェアの開発中にスタッフは 同じコールオブデューティ開発会社であるインフィニティワードの幹部にコンテンツの確認を求められてイライラしていたというスレッジハンマーゲームズの作業員はフィードバック待ちの非効率的な作業や上からの指示で時には望まない変更を余儀なくされたとしているまあ、ということでね簡単にまとめると本作モダンウォーフェア2のダウンロードコンテンツとして開発そしてフルプライスなのかダウンロードコンテンツなのか途中まで作業員に明かされずに開発していたスレッジハンマーゲームズは下請けポジション開発期間は1.4年通常は約3年かかる特管工事のため 残業や休日出勤が当たり前、モダンウォーフェア2の問題点を修正するための多くの時間が費やされ、都度インフィニティーワードの監修が必要なため、作業が進まない。劣悪な開発環境に作業員の士気が低下結果、シリーズ史上、最悪の評価にという感じですね。もうこれは <laughs> なぜこんなものを開発させたのかというね。そもそもの話ですよね。本来なら3年かかる作品を1。6ヶ月で開発した結果、キャンペーンモードがボリューム不足になって、社員の士気が低下したことで、システム関係もごちゃごちゃになってしまったとその。 フルプライスで発売しているというねもう地獄ですねそして現在メタスコアは驚異の55点 ゴラムよりは上回ってはいますが、レッドフォールやらフォースポークンより下の点数です。まあ、とりあえずはゴラムより上っていうだけでは救われてはいるんじゃないでしょうか。ただし、今年発売されたプレイステーション5の作品としては、199本中195位ととんでもない状況になっています。まあね、色々言いたいところあると思うんですけど、逆にさ逆によこれ16ヶ月で作ったなと褒め称えるべきなんじゃないだろうかって言いたいところですけど。まあ世間は甘くありませんよね。ゲームあくまで商品なんでお金を払って買うものですから。 開発期間がが短いから四季が低下でねこのコールオブデューティーの1年の流れってあるゲーム作品と同じなんですよそれが私も先日のゲームニュースで取り上げたあのゲームです11月17日に突如として発売されたあのスカルアイランドライズオブコングですね <laughs> あのまあ要はキングコングのゲーム化なんですけどこの作品発売されるやいないや大不評でゲームを購入した海外のユーザーはこのゲームを買わないでこれは完全な詐欺マネーロンダリングだと言いせしめるほどの内容で今年最もひど たたととと言言わわれれてていいあのご覧と被験するクソさだと言われていましたなんですけど、実はこのキングコングの開発、めちゃくちゃ厳しい条件下で進められていたということも判明しています。というのも本作、2022年の6月に開発が開始されて、今年の6月までに完成させろと、販売本当に言われてたらしいんですね。やばいでしょ。しかも開発チームは20人で、頑張って1年で、ま、ああのね、形にしようと動いてたわけですよ。さらに、資金提供もまともにもらえず、経験豊富な開発者も途中で離職。そんな絶望の開発状況でリリース されたのがあとということですもうほぼコールオブデューティーと一緒でしょう。資金とかはまあコールオブデューティーにはあったと思いますけど、問題は開発期間ですよね、結局。キングコングが1年でコールオブデューティーは1年半ですよ。なんとも、まあね、これ悲しいですよね。ちょっと話は変わりますけど、アニメーターとかさ、アニメ関係の制作会社とかも短期間でもすごいクオリティを求められるからもうめちゃくちゃな重労働環境でやってますからね。これらの流れがゲーム業界でも起こっているということですね。短期間で作れるもんなんて、たかが知れてるんだ だからさいっそのことを当初の計画通りダウンロードコンテンツとして発売すればよかったのにねではここで本作についているレビューを軽く見ていきましょうこれ買うくらいならカンボジアに募金した方がいいです起動するごとに設定リセットサブマシンが弱すぎマップもゴミです投げ物爆発物も強すぎておもんないです出だしでこれなら未来ないですゾンビに逃げてもサバ落ちで全ロスト <laughs> こりゃ神ゲーだ ほとんどのマップがうんこ武器のレベル上げもうんこおかげで俺の下痢は治ったぜマップが広すぎて試合が時間でしか終わりません今までプレイしてきた中で一番面白くなかったです何をおすすめすればいいのかわからないほどのゴミ前作モダンウォーフェア2から引き続き購入しました今作の新システムは面白かったです自由に行動ができてますます任務遂行にリアルさが待ちましたただ短いマルチは現状おすすめできませんまず新作ではなくモダンウォーフェア2のダウンロードコンテンツリニューアルに等しくすでに前作でカスタムが揃っている人いる ばかりりで新米お断りに近いレベルゾンビモードは唯一と言っていいほど楽しいです L4D のコールオブデューティー版のような感じでゾンビが大量に押し寄せてきてブラックオプスのようなラウンド制ではなく DMZ の広大な敷地内で他プレイヤーと共にストーリーを進める自由なゾンビモード仲間と協力し他パーティーと連携したりなど大変熱くなれるモードでしたという感じでほとんどが国標レベルのレビューですがゾンビモードだけは面白いという意見は、ね、皆さん一致しているようですまあコールオブデューティってさ朝栗みたいに毎年のように出てるイメージですし まあ実際出てんじゃないですか。まずその体制をちょっと修正した方がいいかもしれませんよね。もう YouTuber みたいな感じじゃないですか。毎日のように動画制作して投稿しなきゃ収益がーっていう状況と同じでさ、コンスタントに出して細かく稼ぐか、じっくり作って一発当てるかみたいな。コールオブデューティーに関してはコンスタントに出して細かく稼ぐっていうところをね、今までやってたようですけど、こういうことが起こるなら、これからはじっくり開発スタイルに変えていった方がいいと思う。何よりあの、短期間開発は開発人がさ、あの、普通の人間として気の毒すぎるんでね。えー、あの、その辺が 頑張って立て直し欲しいところですレスレリアーナのアトリエガチャ炎上後すぐにユーザーに金を出すというクソ広告を出してまた炎上ユーザーをバカにしすぎた結果悲しいことになってしまっています公営テクモガストから販売されているアトリエシリーズ先日ガチャ10連が6000円ということでファンから批判を受け炎上したものの次はユーザーに財布を出せというニュアンスの広告を出して炎上そして現在悲しい状況になってしまっていますでは詳しく見る前に軽くこれまでのレスレリの系譜を紹介しましょうアトリエシリーズは1997年のマリ のアトリエから今に至るまで20作品ほど世に出ているシリーズで、現時点で全世界累計500万本を超えており、直近ではライザのアトリエの太ももで一世を風靡しましたが、8月の新作発表で出てきた本作レスレリアーナのアトリエはまさかの創作けで発表。当時は若干叩かれ気味でした。しかし、無事リリースした後は圧倒的に美しいアニメーションムービーやクオリティの高いキャラクター、いろんな揺れ物のの揺れ具合を調節する機能など、比較的良い,い評価を受けている作品でしたが、一方でガチャの値段が高いと批判されました。 というのも本作ソシャゲならもう当然のガチャがね実装されておりまして星1から3までのキャラクターや装備アイテムのメモリアが入手できるようになっていますがそのお値段なんと10連で6000円方法によれば6000に至らないケースはあるものの優勝席3000個プラス無償席550個の6000円パックに相当するものなので10連イコール6000円という認識になっているわけですさらに9月30日に行われたレスレリアーナのアトリエの YouTube チャンネルにて放送された第4回レスレリ生放送ガスト30周年スペシャルにてさらに批判が加速内容としては解 開発者自身がガチャに関しては修正なしと受け取れる発言をしてしまったことでファンの怒りが爆発その後あまりに炎上してしまったもんやから公式が謝罪とガチャを含めたシステム周りの緩和を発表これで一息つくのかと思いきや炎上後に公開された本作の広告内容が攻めすぎていてまたもや炎上してしまいましたその広告をご覧ください <laughs> うん、本当はもっとガチャ回したいけどデートもしたいしお金ないんだよね <laughs> ああ !?10 連回したのに何も出なかったんだけどちょっとレッスンが出るまでもガチャ回すわ財布出して財布財布あ財布財布財布出して財布出して早く、うん どうですかこれ。あのしょうもないっすね、マジで。ま、いろいろ思うけど、まずさ、なんでこのタイミングでこんな広告を出したんかと。炎上前に作ってたからボツにすんのも忍びねえから公開しましたとかいう感じなんでしょうかね。まあ、あの事件をいじって笑いにさせるみたいな感じでね、ノリで作ったんでしょうけど、ちょっと早すぎるでしょ、時期が。内容も土直球すぎるでしょ、あの、財布出せってさ。ねえ、もう、面白いことしますね、ほんとに。んで、案の定炎上してしまいました。レスレリアーナのアトリエの広告、ひどくて、 笑ったそりゃ広告停止するわ。 レスデリアナのアトリエの TikTok アカウントを運営をしていたのはどこかの業者だろうけどなんであんな広告打とうと思ったんだろう想定ユーザー層である20代から40代独身男性は女性に対して否定的な視点を持っているはずだから受け取ると思ったのだろうかセンスなさすぎてプロの仕事とは思えないレスベリアナのアトリエの広告完全に NG でしょう少なくとも僕が遊んでたら速攻で辞めると思います顧客を完全にバカにしているとしか思えませんね公式広告はユーザー財布扱いってひでえなというような感じでユーザーが怒るというか も呆れるレベルに来てててしまっていましっっいいすす上のの運営大抵こういう炎上を繰り返すのは何でなんでですかねでこの炎上を受けて公式はすぐに反応しましたどうやら TikTok チャンネルに関しましては近日中に削除対応を実施してまいりますということで謝罪とともになぜかあのチャンネルを、ね、削除が決定広告も排除されるとのことですまあなんかねそこまで怒こることでもないかもしれないんですけどちょっと とねあの常識的にはどうなんかなっていう風には思いますからねでこんな炎上を繰り返してきてしまったレスレリさんですが売り上げも一気に落ちてきてしまっていますこちらセールスランキングですがリリース当初は25位だったのが10月に50位そこから一気に140位に急落無料人気もかなり下がってしまっておりまさにユーザーを的に回した結果というような感じになってますねいやーせっかくアトリエってさライザーで温まってきたのでここでそしゃげ出して出してからも悪い意味でそしゃげ運営らしい対応を繰り返してきてねちょっと良くないですよねライザとか 続いててきたファンもさすがに呆れてるでしょう自分で自分の財産を潰しているようにしか見えませんやっぱりソシャゲは運営力が顕著に表れるっていうのがよく分かりましたねただね色々言われてはいますけど本作自体はすごくいいゲームなんですよすごいクオリティは高いから本当はねそこをもっと活かしてほしかったですねベースがいいだけに非常にもったいないこの失敗を機に次のソシャゲで頑張ってください ラスアス2が早すぎるリマスターを発売ただし一部のファンからストーリーをリメイクしろと言われてしまっていますみんな大好きラストオブアスパート2なんとですねリマスターされますあのー <laughs> さあ <laughs> ラストバース何回リマスターリメイクすんのまあどうせ来るやろうなと思ってましたが来ましたね。そして私のチャンネルをご覧になっている方ならもうご存知でしょう。おそらくですが、日本国内のゲーム YouTuber の中で最もこのゲームのアンチ活動をしているのが私です。理由は一つ、アビーが大嫌いだからです。もうお前はプレステ4の中でじっとして欲しかったよ、アビー。 まあ本作を知らない人に簡単に説明するとですね、本作ラストオブバスパート2はノーティー独協に2020年6月に発売された作品で、前作ラストオブバスの続編にあたります。ラストオブバスはかつてプレステ3にて発売された後に世界でも高い評価を受けて続編も発売され、さらには映画化やテレビドラマ化も進められた超人気作品なんですけど、パート2はとんでもなく黒曜という感じでね、ねえもういいろ終わった作品なんですよ。さらにはね、私だけがアンチというわけではなく、全世界にパート2のアンチがいます。なぜかと言いますと、 ポリコレという外薬金をゲーム業界に持ち込んだ人間界のコウモリ。まあ私のチャンネルじゃ準レギュラーと化していたアニタ・サーキシャン監視を務めたんですね。ラストオブ・アスパート2は。で、その結果生まれたアビーがですね、開発者とアニタの愛を一心に受けて、ポットでなのに作品の準主人公を務め、挙句前作主人公のおっさん、ジョエルを殴り殺すというね、あの、まさに女性 b i は許さん男女平等と叫んで男を罵倒する、まあ近年よく見る光景をゲーム内でやってのけ、さらにプレイヤーにアビーを操作させるという寄築設定によってね、もう前世 世界のヘイトが集中したわけです。まあ、そんな作品が満を自しまくって、プレステ5と pc にリマスターされることが発表されたんですね。まあ、あのね。私からすればまあ、どうせ来るやろうなって思ってたし、ちょっとね。どうでしょうか？欲しいかどうかと言われるのむずいところですよね。ジョエルが生きるルートをね。あの、もう一回追加してくれるとかなら絶対買うんですけど、それはないので買いはしませんが、まあ紹介はしましょう。まあ、リマスターで何が変わったのかというと、まず高画質設定となる。ネイティブ 4k 出力対応パフォーマンスモードでも。画面 画面解像度 1440p から 4K へのアップスケーリングに対応テクスチャ解像度の向上や影のクオリティなどが向上またプレステ5の機能が活かされロード時間の短縮やデュアルセンスのハブティックフィードバック及びアダプティブトリガー機能にも対応また追加要素もあるようで1つにノーリターンというローグライクサバイバルモードが追加ランダム化された敵との遭遇の中で戦いを繰り広げるモードで使用できるキャラやスキンなどをアンロックしてカスタマイズ要素もあるみたいですそしてプレステ4ではカットされていたシーンが登場するとのことまたプレステ4版のデ リスクを所有している方はリマスター版を10ドルでアップグレードできるとのことです。発売日は1月19日という感じでね、まあリマスターやなって感じですね。追加のカットシーンもあるみたいですけど、内容次第ですよね。ジョエルのシーンとかなら営業でアビーのシーンなら叩き割ります。もう私はね、あいつの顔見たくないね。そしてこのリマスター発表に対するネットの反応はこの通りです。シナリオのリメイクが一番必要だと思います。全てポリコリがパワーアップ。アビー消えてジョエル生存するなら買う。カットジョエル生存ルートが実装されるんやな。パワーアップってことは脇毛もフサフサ 何を基準にパワーアップしてるか分からないが、日本版はゲーム中の表現とムービーカットの規制だらけのパワーダウン版だったんですけど、これに追加分出されてもな。アビー死ね死ね言うてるやつ多すぎだろ。世界を救うために奮闘してきた立派な父親を無言らしく殺されたんだから、それは目の前にポンと敵が現れたら復讐したくもなるやろが、いパート2がダメなのはアビーじゃなくてポリコリ要素だろ。異論は認めない。エアップはジョエルが死ぬからクソだって思ってるだろうが、エリーに感情犬ができないクソシナリオだからだぞ。ずっとよく分からな 操作するるゲーーム2のエリーは知らねえなってなるという感じでやはりアビーに関する反応が浮く中にはアビーの仲間と思われしきユーザーがアビーを擁護するコメントをするなど色々とカオスな状況になっていますっていうかさラッサスってマルチゲームも発表されてましたよね元はパート2に実装する予定だったものがスタンドアロンでリリースされるって言ってましたけどここ最近続報ないよねと思ってたら今年の5月に公式が発言していましたどうやらねまだ時間がかかるみたいです残念なんですけどパート2のリマスターやってるんやったらこっち開発してく っていうのが正直なところやで、この情報の他にはパート3ので、ね、話題も分かってます。実はラスアス、パート2で終わらずにパート3もあるらしく、今年の7月にリークされていました。どうやら今年中に主要な撮影が行われるということです。ストーリーの内容はよくわかりませんが、パート3でもエリーが重要なキャラとのこと。まあ正直言うて、パート3には期待してる私。パート2であれだけ賛否両論起こしたこともそうですし、何よりポリコレの写真、アニタが業界を引退したというのがでかいですね。まあ、アニタの斬首は開発者に残ってることでしょうけど、彼女のね、そんな 存在は開発に大きく響きそうなので、パート3はできるだけポリコレなしでやっていただきたいです。ゲーム、オブザイヤーノミネート作品の選び方がよくわからないと議論が起こっています。はい、昨日私も取り上げたゲームオブザイヤーの話題ですね。12月に発表される最大級のゲームオブザイヤーゲームアワードですが、先日ノミネート作品が発表されて話題になっておりました。で、最優秀賞にノミネートされていたのは、これらの作品アランウェイク2。バルダーズゲート3。スパイダーマン2。バイオ re4。マリオワンダーゼルダティアキッド。まあね。これは誰も文句のつけどころのないの？ ラインナップななんでですすが今回議論になっていいるのののはそれ以外のいくつかの部門です例えば、インディー部門。ここはインディーズで開発された作品の部門なんですが、ノミネート作品としては、コクン、デイブ・ザ・ダイバー、ドレッジ、シー・オブ・スターズ、ファインダーと何も知らない人から見れば、まあね、特に何の変哲もないノミネート作品なんですが、実際のところちょっと違います。というのもですね、このデイブ・ザ・ダイバーというゲーム、インディーズ会社が作っているわけではなく、実際は時価総額ベースで世界上位、10位以内に入る大手ゲーム会社、ネクソンの子会社が開発した作品なんですね。まあ言うてしまえば、 ま今回紹介した Call of Duty の販売元はアクティビジョンやけど開発は子会社やからインディー部門にコールオブデューティを入れてるみたいな感じなんですよこれはね <laughs> それを考えるとこの部門にデイブザ・ダイバーが入ってるってのはよくわかんないことになるんですよインディーズの定義とは一体何なのかというところでまず議論が起こっていますデイブザ・ダイバーはインディーゲームじゃないだろどうなってんのよバルダーズ・ゲート3の方がよっぽどインディーらしいじゃねえか実際はネクソンの100%子会社なのにそれを必死に隠していたという別にデイブザ・ダイバーが悪いゲームだというつもりはないよでもやっぱ インディーなんかじゃ絶対ないわ。というか、インディーゲーム部門にノミネートされているゲームで、本当にインディーなのって一作品だけでは、もうインディー風ゲーム部門に改名したら、という感じで、ツッコミどころはみんな同じですね。低予算イコールインディーという受け取り方になってるのかもしれませんけど、ねえ、どうなんでしょうね、その辺。インディー以外のところでも議論が起こっていて、例えば今年スクエニからリリースされた、オクトバスとラベラー2ですが、この作品非常に評価が高く、音楽、RPG というジャンルとしても非常に完成度が高いんですが、一切ノミネートされていません。 音楽部門はおろか RPG 部門にもノミネートされておらずなぜか代わりに Rise of P や Final Fantasy XVI が RPG 部門にノミネートされているということでここでも議論が起こっています o c t o b ト s Traveler ララ2が音楽とスコアの部門でノミネートされなかったことが信じられないあまりにも不可解すぎる個人的にはベスト RPG に入れたいくらいだ対処は取れないかもしれないけど Sea of Stars はあるのに Octra 2がないことには困惑するしかないまあそもそもゲーム対処の結果に同意できることなんてほとんどないけどさタイミングって大事だしね でもアカデミー賞狙いのの作品はノミネーートされるるためにに年末に公開が集中すすしとといいいいうううような感じででリリース日の問題という声も多いですねいや、まあ確かにそれもあるかもしれませんね。ホグワーツレガシーとかもそうですからね。後発の作品に話題取られて忘れられるという側面はあるんでしょうけどさ。ゲームオーザイヤーってそもそもその年の優秀な作品を決める祭典じゃん。発売時期とか普通関係ないよね。だってさ、RPG 部門にファイナルファンタジー16とライズオブ P って謎じゃない <laughs> この2つってアクションゲームじゃん。普通ここに、C オブスターズとか、このね、あのオクトワバーストラベラー2とか入れるべきなんじゃないかなっていうのは、なんかね、私からすると思ってしまいますけど、まあ、その辺、皆さんどう思うか、コメントよろしく。で、他にもディスティニー2がコミュニティチームを解雇したばかりだというのに、最優秀コミュニティサポート賞にあのノミネートされるとは、皮肉が効いてるなと、いじられていたり、スターフィールドがほぼノミネートされていないことにも議論が始まっていたりと、今年のゲームオブザイヤー、いろいろとツッコミはありそうです。まあ、皆さん的にね、これらの議論について思われるか、コメントよろしく。週刊ゲーム売り上げニュース。はい、ゲームの週間売上をまとめる コーナーナでございます売り上げ見るサイトは、ご存知ファトでは早速見ていきましょう。中継期間は11月6日から11月12日までですね。1位、スーパーマリオブラザーズワンダー、6万5千1 7本と、またお前かと。ゲームオブザイヤーにもノミネートされて、ノリノリのマリオワンダーがまたもや1位です。で、2位が、竜がごとく、ンガイデン、なおけしたがプレステ5と3位も同じで、6万、えー、134本。これは、ある意味、ウがごとくのが売れているというわけです。てか、未だにプレステ4版が6万本も売れるってすごくね そして4位はプレステ5コールオブデューティーモダンウォーフェア3 22,132本今回取り上げた作品が一応ランクインしております消化率は時点のワリオより良い,いのですそこまで売り上げは見込んでなかったんでしょうそして5位はスイッチメイドインワリオ6位プレステ4版のコールオブデューティーモダンウォーフェア3 7位はファッションドリーマー8位ピクミン4 9位ドブモリ10位人生ゲームとしっかりと新作タイトルがランクインしておりますマリオが依然として強すぎるのが驚異的ですがまあこういうランキングがね一番リアルですよちなみに結構期待していたテイルズオブアライズのダウンロードコン エディションは30位で、1812本ししか売れてていまませんででた私は年末にやろうと思ってますで次に、ハード別売り上げなんですが、ようやくね、新型プレス5の売り上げ出ました。かれこれ新型は売れてない、売れそうにもないと私も思っていたところですね、結構売れました。なんと、プレステ5、86,869台。デジタルエディション、21,084台と。正直思ったより売れたなというのが率直な感想です。デジタルエディションも結構売れてますよね。やはり先週までの売上げ激減は、生産停止による影響だったんでしょう。ここから売上維持 できるかが重要なところなのでぜひともこの調子で頑張っていただきたいところです ということで、いかがだったでしょうかまず、Call of Duty ですけど、ちょっとこれはね、開発側が <laughs> かわいそうですね。開発側っていうかなんかな、管理体制が非常に悪いね。短期間開発って結局さ、こういう風になるっていうのがわかるはずなのになぜ短期間で開発させようという気になるんですかね。それがね、もう全然わかんないですね。ゴラムもそうやし、Rise of ン o n g もそうやし、Call of Duty もこう。大体いい開発期間短いとクオリティ低くなるじゃん。あくまでこれはゲームなので、クオリティが低かったら結局叩かれるんですよ。まあ、その辺は ちゃんととと管理して欲していいいなというところでございますそしてレスレリアーナのアトリエはこれはねもうソシャゲの悪いところめちゃくちゃ出てますよねソシャゲの悪いところっていうかソシャゲ運営の悪いところですよねで日本のソシャゲ運営って何でこういう寒いことをやっちゃうんですかね誰も求めてないのになんか会社がうちネタで盛り上がってるみたいなの結構多いイメージあるんであんまり出しゃばらん方がいいんじゃないかなと思いますねそしてゲームオブザイヤーに関しては確かにノミネート作品なんでここにあんねんみたいなのが結構ありましたよね私もね昨日のの動画の中で 色々突っ込めさせていただいてたやつあるんですけど確かに RPG 部門でライズオブ P とかファイナルファンタジー16あってオクトバストラベラー2シ o オブスターズがなぜそこにないのかっていうのは疑問ですよねノミネートされる作品自体も誰が決めてんのかっていうところが気になるところです、ね、まあその辺皆さん詳しいこと知ってたらぜひコメントで教えてくださいということで今週のゲームニュースは以上となりますじゃあこの動画があったらチャンネル登録やグッドボタンツイッターなんかもやってるので登録お願いしますではまた次の動画でお会いしましょうキャベツでしたほなまた